あなた方は正しい判断をしています。なぜなら、横島な心、魂、毒、それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ、核のゴミであれ、これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。If there ever comes a day where he uses this against us, it will be your last, Dwight. There won't, I swear. You have all been chosen. Father Bryce has granted you the rite of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going! Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less. You have made me very proud, my children of Palikana. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. Toria! Yoshi, 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 iko da! Itai! Eeeeh!勝ててよかったな。最後に決めるぜ。せーの。どんどこしようぜ。どんどこ島には楽しい遊びがいっぱい。自然いっぱい、夢いっぱい、ゴミも危険もいっぱい。それはいけませんぞ。子供から大人まで、みんなが楽しいワンダーアイランド。ハッピーリゾート、どんどこ島へ。腕には自信があるぜ。でも絶望するくらい暗く深い鍋底地獄鍋パーティーナWe'll be right back.
おーい、春日さん、こっちこっち。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな行くぞ。 You ain't running from me。 さてやりますか。俺の番だな。行くぜ。行くぜ。攻める気だ。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？ああ、気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせ、ちいちゃん。さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに。覗き見、盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ？さあ、今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。わかったわかった。まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるってわかったの？カバンにGPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ。人を騙すはめるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだ。なら改めてこっちから質問。ラニはどこ？まいったな。しとけって。まったく、人様に銃を向けるなんて実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ、千歳。うっさい。バカ言え。こんな子モテたら親御さんは鼻高々だろうよ。ラニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとな、ちーちゃん。一番。さあ、ラニを取り返すぞ。もうよ。あんなぎゅうぎゅうに縛りやがって、かわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけど、お願い。なあ、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けて、ちゃんとした治療をしねえとな。ああ、よっしゃ、行くぞ。ずっと行くぜ。命を大事に。回復だ。ありがとうよ。いつでもいいぜ。よし、覚悟、行くわよ。ただし、こいつもセットでね。ああ、ダメダメ、動いちゃ。
こいつは衝撃に起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます？されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ、さゆりかさ。ラニちゃん、こっち。大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニー、ちいちゃん、くそ、エイちゃん。ボンボヤーシュ、春日さん。それよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさか、そん時から告発系やってた？はい、当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか？今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。元々のデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。ただまあ、そのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。じいちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の遺灰が入ってて、茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうな、じいちゃん。お前らしいや。私が謝ってる側なのに。何言ってんの本当。ありがとう、一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな、
俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。当たり前だろ。おい、今さら俺にそんなこと言わせんな。うん、もちろん。じゃあ、お帰りだな、じいちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。だな、じゃあ乾杯。待ちくたびれましたよ。ここまで頑張った春日さんにとっておきのプレゼントです。おいおい、まさかまた重機と戦う羽目になるとはな。またって何？どういう人生送ってきてるのよ。来るぞ、構えろ。私の出番ね。よくでかますぜ。どんどん進んでいこうぜ。調子が出てきたな。しびるんじゃねえぞ。そこ動くんじゃねえぞ。ヘイカモン、レッツステイ、レッツゴー。ヘイヘイゴーゴーゴーYeah!
行くぜ行くぜ。攻める気だ。やっちまうか。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ねえ。それに、エイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。いやでも、ラニを早く見つけねえと。大事なのは、ラニだけじゃねえだろ。話せる人とは、話せるうちに話しとけ。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、神室町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のこと見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。ああ、そしてあなたは真澄さんに巡り合った。ああ、運命なのかしらね。運命かは分からないですけど、出会えてよかったって思ってます。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。18年も刑務所で過ごしたことも。こんなに伏しくれだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのにあなたと真澄さんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。謝らないでください、あかりさん。
謝ることなんか一つもね。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。それや俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたと真澄さんがダブって見えた。もったいねえ。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを茜さん、あなたに届けに来たんだって。おやつさんの荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。道島大吾に冴島大河、そして真島五郎か。これに桐生さんを加えたら裏社会の殿堂入りメンバーだな。引退済みって意味ではそうかもな。会いに行くんでしょ彼らに。ああ、すぐに立つ。その口ぶり、まさかとは思うけど、一人で行くつもりじゃないよね。ダメだよ。俺らは桐生さんのお守り役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな、少し遠出になる。準備をしてから行こう。楽しませて。こいつを食らう。何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。
ほっとけないよ。ああ、だな。なんや、兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ。入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの、キリュウちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。はあ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ、それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか？随分やつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんように掘れ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。聞かせてもらえるか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや海洋に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのは。タタラチャンネルっちゅうやつや。カスがもうやられとったな。裏工作だけやのうて、現場で起きたちょっとした不祥事もやつは見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて。海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。
海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や？言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちが、俺たちがどんな気持ちでここにいるか、あんたに分かるってのか？さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした？やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事？昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと不遂やの。まあええ、メイドの土産や、存分に味わっていけや。頑張ってきなよ。
脇が甘いな。これはどう？ほら！調子出てきたぞ。悪く思うな、派手に行くぞ。助けろ。どうしよっかな。さっさと来い。脇が甘いな。これはどう？行くぞ。ずいぶんお疲れのようやな、キルちゃん。けど、火つけたんだそっちや。この程度で終わらせへんで。ウォームアップはこの辺にしとこうか。さあ、覚悟はええな。あっ、ホーム執行妨害でショッピータル。本番へ。マジか。
全力でかかる。相手にならねえな。お前たちは何を怖がってる。他人の人生を狂わせることか、それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうか。綺麗事ですよ、それは。やってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください、桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大吾。俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな、キリュウ。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはとあいつが背負っていく。行くな、行ったらあかん、キリちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。キリュウさん、